ご視聴いただきありがとうございます。混雑回避の案内人、ヤマトです。今回は山手線外回り運休時の帰宅ラッシュをお届けします。2023年11月18日と19日に山手線が一部区間で運休するに伴い、埼京線と湘南新宿ラインはかなりの混雑となっていました。他にも話題の路線紹介や混雑回避の方法を解説した動画を投稿していますので、ぜひ合わせてご確認ください。このチャンネルでは通勤ラッシュにフォーカスし、日々変わる混雑状況を皆様にお届けしております。動画から混雑回避できる方法を知っていただき、皆様が快適に通勤通学していただけたら幸いです。それでは本日もよろしくお願いします。まずは新宿駅始発の武蔵浦和駅を見ていきます。今回は埼京線の増発と遅延により右上の表示時刻が一部前後します。新宿始発なのと上りホームに停車しているので、かなり人は少ないです。先頭付近に行くと人が増えてきますね。この後からは3、4番線で混雑状況を見ていきます。2番線の電車は17時3分発武蔵浦和行きです。3、4番線のホームを見ていきます。すでに人の数が平日並みに。先頭車両をしばらく見ていきます。平日の帰宅ラッシュ並みに乗っていますね。普通の大宮駅が来ました。新宿に到着です。ドアの前広く開けてお待ちください。これは絶対に乗れない。これだけ詰め込んでもホーム上の人はどんどん増えてきます。Bye-bye.
の池袋方面の電車はただいまホーム変わりまして2番線に停車中の武蔵浦和行きです。その後4番線に到着する池袋、次も大宮駅になります。新宿に到着です。お利用お客様をお通しください。4番線の電車は池袋行きです。次の宇都宮駅を待つ人が多いですね。ご乗車ありがとうございます。お祈りキャストが出ましたら、この順に車内を閉まります。快速の宇都宮駅が来ました。宇都宮方面に帰りたい人はこれに何としても乗りたいですね。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。4番線発車いたします。ドア付近のお客様、閉まる扉にご注意ください。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。4番線ドア閉まります。次は快速の川越駅です。混みすぎてドアがなかなか閉まらない。一番前の車両のお客様揃えます。荷物を見てください。電車は大宗中ほどに来ました。
変わらずこちらもかなり混雑しています。次はホーム後ろ寄りに来ました。後ろ寄りまで来ると極端に人が減ります。グリーン車の混雑状況も見てみましょう。ほとんどの座席が埋まっていますね。さらに後ろ寄りまで来ました。何この平和すぎる空間。前よりのホームと混雑具合が違いすぎる。本当に同じ駅なのか疑うレベルですね。次は快速の川越駅です。こちらもガラガラです。もちろん最後尾も空いています。前よりは依然として大混雑です。最後尾付近からの乗車で混雑を回避。南口から来ればかなり快適に乗車できます。ホーム中央付近に戻ってきました。後ろと比較すると混雑さがすごいです。構内の様子も見てみましょう。3、4番線に行くための列ができています。先頭方面は人が多すぎるため入場制限されていました。そうなると必然的に反対側の階段の混雑が大変なことになります。実際にここから降りてみます。すごい光景だ。見えづらいですが駅員さんが階段付近に並ばないようにと緑のロープで塞いでいます。わざわざそこをくぐる人もいて、階段付近はディストピアと化しています。こちらはホームや山寄りとなります。
この位置でこれなので先頭付近は大変なことになってそうです。再度先頭付近に来ました。やはり先頭の混雑はすごいですね。次は武蔵浦和駅となります。3号車付近もかなりの混雑です。4番線にはこの辺の日本から発した池袋駅が到着いたします。かわりまして3番線からは各駅停車川上行き発車いたします。続いてご乗車ください。次は小金井駅となります。3番線電車を待ってます。お下がりください。3番線電車を待ってます。お下がりください。停車時間が長かったのでかなり混んでいます。最後は快速の川越駅となります。終電あたりまでこの混雑続きそうですね。山手線の運休が年に1、2回とかのレベルなのであれですが、もしコンボもある場合は絶対に後ろ寄りからの乗車をおすすめします。まさに天国と地獄並みに混雑さがあるので、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。